仲良しですね、その、はい、一緒にお風呂に行って頭洗ってもらったっていうのを。お前年ぐらいの方なんですか？3つ上で。あ、そうなんですね。じゃあちょっとお姉さん的な感じなんですか？お姉さん、私基本結構不潔な方で、はい、いきなりのカミングアウトですね。あんまりなんか体洗うのも嫌いなんですよ、はい、毛の生えてるとこしか洗わないし、はい、へー、乾燥するのが嫌で、なんでボディーソープとかも塗らない。ああ、でも私もそうですよ。あの体洗うの石鹸めったに使わないです。あ、やっぱりそうです、うん、お湯洗いだけです、うん、はい、こすったりもしないです。うんうん、うん、はい、乾燥しちゃいますよね、確かに。そう、あとなんかばい菌を取りすぎるのって良くないって聞いて、うんうん、そうそう、ばい菌を取りすぎるというか赤、なんか菌を取ろう、そうですね、赤とかもそうなんですけど、うん、なんか赤が肌を守ってくれる。取りすぎると、はい、やっぱり常在菌がいなくなっちゃうので、はい、その常在菌がやっぱりこう外からのバリアになってるんですけど、うんうんうん、それがいなくなっちゃうとやっぱ風邪ひいちゃうとか。そうなんですよ、ね、肌荒れちゃうっていうのありますよね。はい、いいんじゃないですか。そうですよね。はい、お風呂にちゃんと入ってたら不潔じゃないですよ。なんかお風呂にも3日に1遍しか入らないとかだと、まあそうですね、ちょっと入らないなと思いますけど、はい、はい、入らない時もあるんですけど。あ、3日ぐらい。そうなんですね。めんどくさくなっちゃうんですか？そうなんです。なんかそれより睡眠取っちゃうんですよね。あ、なるほど。お風呂で 1,2 時間使うんだったら、ええ、もう寝ちゃった方が体楽かなっていう。なるほど。それで男子高生みたいな匂いのお部屋になっちゃうんですかね。あ、そうですね。そうですね。ひどいもんです。あ、でも結構忙しいってことですね。なかなかね、寝る時間を取るか。仕事が夜遅くにあることとか多くて。ほうほう。睡眠取っちゃいますね。まあ。確かに寝る方がね、疲れたら寝たくなりますもんね。うん、手はあんまり痛くないから安心ですよ。はい、気持ちいい。はい、あ、でも油断しないと。案外痛いかもしれないっていう。なるほど。そうですね。あの、やっぱすごい腕が張ってる人は痛いですね、はい、疲れてる方はね。普通そんな痛いとかまではそういかないんですけど、うん、うん、なんか私なんか張ってるっていうか皮しかない感じですね。細いですね。確かに骨とすぐ直結してるというか。確かに筋肉すごい少ないですね、はい、うん、これは何なんですか？こうあまり重いもの持たないんですか？あ、持たないかもね。あ、人に持ってもらう。そうですね。なるほど。お買い物とか行くと結構荷物増えちゃいませんか？増えますね、確かに。ね、そういう時どうしてるんですか？あ、でもその時はちゃんと持ってます。意外と持って、うん、あ、持とうと思えば結構持てるんですね。重いもの持てないわけじゃないです。お、すごいですね。でもめったに持たないって感じなんですかね。そんなに。あの、やっぱこの細さにみんな怯えて、ああ。あ、折れちゃうんじゃないか。確かに確かに。確かに、なんか無理がありそうって思って、はい、周りの人が助けてくれるというのはよくわかります。そうですね。
今日めっちゃ喋ってますけどね、はい、私なんか、うん、あの喋りすぎって怒られるんですよ、ニコニコ動画とかで、関係ないこと喋ってんじゃねえって。あ、そう本当静かにやれよみたいな。無言でこれ見てもね、ねえ結構その雰囲気出すってことで言えばね、喋ってますからね私。まあ、あの絶対喋らない、まあ、絶対喋るってわけでもないですけど、なんかねこう、うん、仲いい人とかだとね、うん、自然と喋りたくなるのでいろいろ喋っちゃうことありますね。多分動画見てる人って、リラクヤさんのファンだと思うんですよね。そうですね、が多いですね、うん、あのね、なんとかさんを見習えみたいな。あ、言いたい、別の、そう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 、そうですね、なんか別の人をなんかもうマッサージ動画の人をこう、うん、例に出して、うん、反応が違うじゃないかみたいな感じでね、あのもうちょっと静、あの音を楽しみたいんだからみたいな。音？あ、トントンみたいな。そうそう、トントンの音とかを。楽しめたらってもおかしいですね。オタクじゃない方なの。そうですね、そんな感じですね。結構いますよ、でも結構つっても多分数人なんですけど。そうですね、多分一人がずっとなんか書き込んでるんですよ。そうですかね、はい、そんなすごく少数の、やっぱダメですね、リスるとね。そうですね、でも多分他人と同じ動画上げても見ないですよ、まあ、そうなんですよ、いいこと言ってくれます ね、 そうなんですよ、まあ、だからね、喋るのもまたありってことで。そうですね、無言が苦手なお客さんとかも多分いると思うんで。そうですよね、喋ってくれた方がいいんじゃないかな。あのいいですよ、ももはさん、フェチフェスの宣伝とかしても。そうですか。何かイベントはやられるんですか。そうですね、今月の、あ、でこれアップするのが2月だったら意味ないです意味ないですけど。あ、もう今月、あ、もう終わっちゃう。でもまたやったりも しないんですか。そうですね、まあ、あ、でも今月1月の31日にフェチフェスっていうイベントがあってですね、あ、でもその頃には多分上げられてますよ。あ、本当ですか。多分、はい、それなんかあの、トーマツ直行監督の作品で、恋愛したいっていう映画があるんですけど、はいはいはい、それが上映されます。あ、そこにモンハさん出演されてるわけですね。まあ、ちょい役ですけどね。ちょい役でご出演で、はい、はい、あ、お写真ね、みことさん名義でね、はい、お写真をやられてるんですよね、はい、そうですね。あれは どちらで見れるんですか。あれもやっぱりイベントとかで手売りしてて、はい、そのヘチフェス 手売りで、はい、販売するんです。なるほど。なんか、うん、はい、あのちょっとなんかディスりそうになりました。ファンへの、あ、ディスりそうになっちゃったんですか。トンマツディスりしそうになっちゃうな。いいですよ、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 この回どうぞ。ぬるいじゃん、ぶっ殺せてる。いや、はい、そうですね。そうですか、はい、なんかそういうのもいいんじゃないですかね、たまにはなんかこう、はい、キャラが出ていく方が、キャラを立たせていきましょう、はい。まあ、でも今日はトンマツさんのおかげでね、こうして撮影できたわけだから、まあディスらないだろうけど、危ない危ない。あのね、はい、どういう関係なんだみたいなことを気にしている方もごく少数ですけど、いらっしゃる、うんうんうん、ね、トンマツさんの縁なんですよね。ちょっと共通の知人ということで、はい、はい、あのリラクヤさんは何か何でしたっけ、トーマスさんに何か復讐をするために動画を上げまくってる女みたいな、なんかコメントがそういうよくわからない仮説を立ててる人がいました ね、 ね、はい、相手が映画監督だからこっちも映像で勝負だそういう対抗意識とあ、それそんなこと考えたこともなかったっすね、まあ、明らかにはレイプゾンビ再生回数上回ってますから、ね、あ、そうですね、もうすでに勝ってますね。トーマツは超えたと。そうですね、トーマツ超えましたね。あ、言うとちょっとまた全然、はい、まあ、全然、まあ、私もあの、ね、あの人もウィキペディアがあるね。あ、自分でウィキペディアページ作ったみたいですけど、ね、あ、そうなの言ってましたよ。あ、自分で書ける、自分で書いたっつって。あ、そうなのあ、じゃあ私も作ろうかな。あ、もういいじゃないですか、ね、やったら ね、そうやってもやったらいいと思いますよ、ね、はい。あ、自分で書けるんだったらいいですね。自分で書けますよ。そう、あ、一応こうそういう公式の人だったら、うん、ちゃんとなんかそういう公の作品があるとか、うん、ね、ある程度こう知名な
知名度がある人だとか著名な作品に関与してるとかなんかあれば大丈夫ですよ。あ、じゃあ作ります私も、ね、なんかやっちゃいましょう。ウィキペディアに名前がないことがコンプレックスだったんですけど。あー、でもウィキペディアね、なかなか乗らないですよね。乗らないです。意外との、ね、うん、なんか、うん、あの結構有名な人でも乗ってない人いたりしますもんね。なんか無名の人がなんか、ね、なんか入ってたりね、なんかよくわかんないなと思ったら、うん、自分で作れるって言ってましたよ。そうですね、トーマスさん作ってみたい。そうそうそう、もう一回言いましたけど。聞いてみたらいいんじゃないですか、作り方。そうですね、ね、リラクエさんも作ったらいい。そうですね、でも自分はあんまりそういう作品とかいうものはないですからね、うん、なんかやっぱそれなんか本が出てるとかだと強いですよね。あ、そっか、そっか、うん、なんかこうとか会社通して、あ、でももしかしたら自分もなんかちょっとタレントっぽくなるかもしれないんですよ。あ、そうなんですか。YouTuber、 そう、 YouTuber ってことで、うん、あのはじめしゃちょーとかヒカキンとか知ってますか。あ、聞いたことありますね、はい、なんかが所属してる、はい、あのブームっていう、はい、なんか事務所があって、ちょっと今度話聞きに行くんですけど、スカウトされたんですよ。お、そうじゃないですか。それはぜひいいです、ね、そうですね、うん、そうなったらちょっと書いてもいいかもしれないですね。そうですね、いろいろわかんないもんですよね、うん、なんか顔出してるといろいろ言われますよ。言われますか。あのよ、そういう良くも悪くもなんか、うん、意外といろんな人が見てて、うん、そういう、まあ、こうお声掛けをしていただいたりとか、うん、はい、で今この使ってるシアセルマとかも、はい、動画を見てたシアセルマ協会の人が、はい、うちの講師になってくださいみたいなので、そうなんですよ、そうなんですよ、あのそのこのシアセルマ使ったマッサージのやり方を、うんうん、あのなんていうんですかね、実技とか、うんうん、そのマニュアル の、 あの制作に携わってます私。へー、すごいですね。いや、なんか どっちに言ってもどう言ったらいいですかね、うん、すごくないですって言うとシアセルマがすごくないみたいなことになっちゃうし、確かに、確かに、あんな時は失礼な、はい、私すごいですとも言えないし。、うん、でもなんかそういうつながりがすごいですよね。そう、でもなんかそういう形でいろいろ見てくださってて、うん、ね、あの声かけてくださる方がやっぱ仕事の幅が広がったりとかありますね。あの生態学校に行くきっかけになったものも多分動画を見てくれたお客さんが経由ですね。ああ、そう、やっぱ動画アップするっていいんですね、すごいいいと思いますよ。でも私がその仕事してたらなんかその、同業者に盗まれるのが嫌で多分アップしない派ですね。盗まれるってどういうことですか。なんか技とか盗まれませんかね。ああ、いやー、でもね、やっぱりその力加減とか、うん、なんて言うんですかね、その人に応じてやってる部分ってあるので、そのモデルさんの体型だったりとか、はい、好みだったりとか、うん、なのでなかなか見ただけだと難しいと思いますよ。あ、そうなんだ。多分やっぱりこう、あの実際にやってそうですそうですとか、うん、あ、もうちょっとこうした方がいいですよとか、それだと圧足りないですよとか、うん、言わないと多分得得するの難しいと思うんですけどね。あ、そうですよね、うん、そういう怪しいマッサージ屋の私も面接受けたことあるんですけど、いかがわしい方のなんかあるじゃないですか。あ、はい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 、はい、なんかやっぱり講習といってなんかビデオ見せられるんですけど、そのマッサージのやり方、あ、やり方を、はい、全然入ってこないんですよ、はいはいはい、映像見ただけ。あ、そうですよね、うん、うん、いや結構、いや実際やってみないと手の位置はどうなのとか、うん、そうそうそう、なんか立ち位置は どこなのとか、うん、難しいですよね。難しいですよね、うん、分かんないですよね、うん、それどうしたんですか、やることにしたんですか、それ、まあ、結局やってたんですけど、でもやっぱりいかがわしくてもやっぱり前半はちゃんとマッサージしなきゃいけないから、はい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 、後半ちょっといかがわしいことするけど、はいはいはい、いかがわしいことしか、この動画使えるんですかね、これだいぶなんか脱線してきましたね。
まあ今リアル 生感があっていいですかね、ライブ感で、はい、まあ、前回ねエロいエロい言われたから、あ、そう、どうせならね、そうですね、エロい方面でも頑張りましょう。あ、そうなんです、いかがわしいことを、このカメラマンとでも AV をやった方がいいんじゃないかみたいな、はい、ツッコミがありましたもんね。そうですね、なんかね真面目マッサージなはずなのに何か違うっていうのをすごい言われました。全然狙ってなかったんですけど、ね、ですよね、本当ですよね、本当真面目でしたよね、うん、私も桃葉さんもね、はい、うん、まあ話脱線しちゃったけど、そうですね、え、あれ、それがちょっと大変だったってことですか、大変でしたね、最初の真面目マッサージが、真面目マッサージがまあできてないんで、結局お客さんが怒っちゃう、力足りねえよみたいな感じですか、そうそうそう、あ、ちょっと適当すぎないかよ、ああ、そうなんだ、へえ、意外とうるさいんですね、お客さんも、やっぱうるさいですね、許さない、あ、そっか、一応セリフレとかいっぱいあるじゃん、なるほど、はいはいはい、なんかまあ可愛い女の子は体触れてやってんだからいいだろうって私は思うんですけど、うん、やっぱ許されない、許されないですね、意外にも厳しい、そうです、ね、じゃあそこもじゃあやっぱお金のうちって感じなんですね、きっとね、そうです ね、体もほぐしてもらうと、うん、うん、いかがわしいこともしてもらうと、そう、欲張りですよね、そういうところに来るお客さん、ね、別々で行けばいいのに、ね、マッサージした後にね、本当ですね、効率よくやればいいのに、そうですね、1個で済ませようとするんですね、そうで、まあ、や安いじゃないですか、ああいうのって結構金額が、そうですね、そう、ずるいですよね、今日のはちょっと賛否分かれそうな、いや、いいんです、今私も振ったんで大丈夫です、はい、大丈夫です、大丈夫です、いいんじゃないですかね、それもそれもまた、うん、もう自分も彼氏募集とかしてますからね、どう自由ですね、だいぶ、自由、だいぶフリーダムになってきましたからね、はい、もうだいぶもう講師近藤タグつけて、いやでもそんなこと言ったら本当に変な男の人とかお客さんで来ちゃうんじゃないですか、うん、そうなんですか ね、 ね、危なくないですか、それは嫌ですね、嫌ですよ ね、 なんかね、いやもっとなんか この辺の方触ってもらえますね、あ、でもそれはでも全然関係ないですからね、彼氏じゃないからね、そうです、そんなん来たらもう嫌ですって言います。でもちゃ結構ちゃんとしてる人が、うん、ちゃんとなんか、うん、あの寄ってきてくれたりとかしてますね、うん、あ、おかげさまで、そうですか、そうですね、まあちょっとこう、まだね、上げてそんな経ってないので、うん、確かにそういう人も来るかもしれないんですけど、まあ、でもここちゃんと予約しないと入れないので、うん、まあ身元はっきりしてて、そうだとなるとちょっとやっぱりやりづらいんじゃないですか ね、 ですね、名前とかもね、そうバレた上でそんなね、そうどうですか、腕のトリートメントは気持ちいいです。取ってつけたような、はい、そうですね、急な振り返りになりましたね、会話が面白すぎてそっちになんか良くないですね。でもまあいいんじゃないですかね、やっぱ楽しくやるって大事ですよ ね、 すね、楽しくお互い楽しくやって、ね、はい、視聴者置いてきぼりかもしれないけど、わわわ、なんかこれ1枚あると結構びっくりするぐらい高くないですか？うん、確かに。これ寝るときいいかもしれない、はい、あ、そうですね、うん、あのなんか保湿したいところとか、うん、あのなんか
手荒れ防止のやつで手袋したりするじゃないですか、うん、はいはいはい、なんかお休み手袋とか言ってありますね。あれと同じような感じでちゃんとこう気密性を上げる感じなので、うん、はい、あ、くしゃ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 になっちゃった。私このナップを巻くのが苦手なんですよ手先が不器用なんで意外と技術いりますかね。これね意外とね、あの不器用な人ダメなんですよね飲食店とかすごい綺麗にラップ巻かれてますけどね。あ、そうですね、あれね、あれやるのも結構多分コツいりますよね。いりますね。私はなんかもうぐちゃぐちゃになりますけどペロペロしてますけどそこはごまかしちゃって、はい、ちょっとあれですね、上腕のところ少し かさつきありますね。はい、この辺ってあれですもんね、そこまでなってないですけど、はい、ブツブツしちゃってる人いますもんね。ザラザラになるっていうか、あ、うん、そうですね、ひどい時なんか皮むけたり、しますね。この辺ってなんかこうサメ肌になりやすいとこですよね。ああ、なりますね、うん、ちゃんとケアしないといけないんですけどね、冬場は特に。そうですね、でもそれもやっぱなかなかね、うん、そうですね、時間がね、めんどくさかったり、めんどくさいですね、しますよね、うん。ちゃんと塗るためには裸にならなきゃいけないじゃないですか、うん、それが結構ね、もう冬ってあんまり脱ぎたくないし、うん、寒いですもん ね風呂上がりってさっさと拭きたいとかなるので、うん、忘れますよね。ね、なんか誰かやってくれる人いたらいないってなんかいつも妄想して寝ますすごい 人任せな感じでさすがにね、そこまではやってくれる人いないですね。もうエステでも行ってろやってなっちゃいますからね。ねえ、でも本当でもエステとかになるとまた高いですしね。そうですよ ね。でも継続していかないとエステも意味ないから、うん、ああね、そうですよ ね月1回行ったぐらいじゃただのお金の差は変わんないですよね。エステもね、なんかいいところもあるんでしょうけど、ちょっとね悪い話も聞いたりするじゃないですか。なんか買ったのに、うん、なんかあんまり使えなかったとか、なんかこう組まされたみたいな、なんか高額ローンみたいな。ああそうですよね、うん、口が上手いですからね。そう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 、ここもここもやった方がいいですよとかいろいろ言われて、ね、結局なんかすごい高くなっちゃったとか。最初だからお試しでそうやってなんか無料とかってあれだね。そう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 、すごい安いのがあってね、ちょっと危ないですね。そうなんですよね、絶対なんか高いもの買わされます。あとうまくいけばいいんですけど、なんか余計荒れちゃったとか、人によってはやっぱり結構なすごい使ってるものがね、あの自分で選んでるわけじゃないじゃないですか。そうです、ね、サロンで出されるものだから、うん、まあ、統一されてるんでしょうね、うん、きっと。だから人によってはちょっと敏感肌だったりすると肌に合わなかったりとかもあるみたいですね。で、こんな感じですね、はい、ご視聴ありがとうございました。気に入りましたらチャンネル登録をお願いいたします。はい、お願いします、はい、はい。